はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。今回は細々としたいろんな、なんだろう、お知らせ的なのを3つ4つ5つ6つ7つ、そんぐらいしていこうかなと思ってます。まず1つ目なんですけど、今ね扇風機つけています。だいたい僕のこのハス向かいぐらいに扇風機をつけているんだけど、ノイズの音がどうかなっていうのを今試しています。喋ってる状態でどんぐらいこの扇風機の音が聞こえるかっていうのをね、なんやかんやこの検証毎年やってる気がする。風がこのテーブルの下あたりから来てるんですよ。ティッシュ近づくと、ほら風の動きがわかるでしょ。離すとほら飛んでく。というわけで一つ目は扇風機つけてるけど音大丈夫かなっていう問題で、二つ目が、今のところ僕のチャンネルの登録者数が9万7600人ぐらいなんですよ。ほんで天下の YouTube 様の見込みによると、どうやら今月中に10万人を超えるんじゃないかみたいな、そういう見込みが出されてるんで、10万人突破はみんなで見守る的なね、生放送やろうかなと思っています。まあ、やろうとは思ってるんだけど、これはかなり運ゲーなところがある。僕も普段寝てるような夜中の3時4時ぐらいに超えられちゃってもね、放送したとしてもまあまあ迷惑だし、そんなに人も来れないだろうから、まあ、理想的なのは土日の昼ぐらいに超えるんじゃないかみたいな、そういうタイミングだったらいいよね。なのでタイミング次第ではもしかしたらやらないこともあります。登録者あと100人とか50人ぐらいになったら始めようかな。どんぐらいで始めるか問題もあるからね。あと放送やりそうな感じだったら Twitter だったり、YouTube のコミュニティっていうところ、その辺でお知らせはしようと思っています。ちょっとそろそろノイズが心配になってきたから、一旦扇風機止めよ。さあ、そして3つ目が、今僕が着ているこの T シャツね。このチャンネルのロゴのデザインをあしらった T シャツの方を、すずりっていうサイトで売ってるんですけど、この度新しい T シャツの方をまた販売開始します。どんなデザインかというと、ほいそろそろ髪切った方がいいな、これ。はい、こちらですよ、ドーン。今これ初めて来たんだけど、結構デカめにプリントされてるね。ちょっと前にこのイラストを描くっていう動画を上げたと思うんですけど、まあ、もちろんチャンネル登録してくれてるみんなが見てくれたはずだから、おそらく9万再生は固く超えてると思うんだけど、まあ超えてるかはちょっと置いといて、その時に描いた妖怪アマビエのデザインを T シャツにしました。多分これはインクジェットのタイプかな。インクジェットなんだろうけど、まあ綺麗に印刷されてるね。一応コンセプトとしてはちょっとスタンドっぽい感じに描いたアマビエなんですよ。さすがにちょっとそれだとまんますぎるなって思ったんで、こういう名前を付けました。スゴビエ。凄みのある絵柄で描かれたアマビエ、略してスゴビエくんです。スゴビエちゃんかもしれない。勝手に付けた名前のスゴビエも文字でプリントしてあります。一応今これ僕が着てるのホワイトカラーで、確かサイズが XL だったかな。ちょっとオーバーサイズ気味なんだけど、多分このプリントの方もシャツのデカさに合わせてでっかくなってくれるとは思います。一応このイラストと文字以外の背景の部分は色を自分で好きに選べるんでね、いい感じの色の組み合わせを見つけてみてください。何これ。そして今回はこれだけではありません。さらにもう一バージョン用意しました。こっちの方はそのまんまカラーイラストを使っていたんですけど、こっちはモノクロ。イラストの方に着彩を一切していない状態。こっちの色がついたやつもいいんだけど、最初から色がついているとこの背景の色合う合わないがあるから、このイラストに特に着彩をしていなければ背景の色なんかも結構合わせやすいんじゃないかなって思います。で、これ僕届いてびっくりしたんだけど、こっちのカラーのやつはインクジェットっぽいんですけど、なんか特に設定したような覚えないんだけど、こっちの柄の方はプリントじゃなくてシルクスクリーン。この布の部分とイラストの部分でなんか質感が違うんですよ。わかるかの、この曲げるとちょっと光沢が出てる感じ。色数が少ないからそういう風にやってくれたのかちょっとわかんないけど、プリントの質で言ったら多分こっちの白黒の方がいいのかな。まあ、なのでこっちの白黒の方は割と印刷がしっかりめに出てくると思うんで、気が向いたらどっちかお好きな方を買ってみてください。あっちちょっと扇風機つけるわ。さあ、そしてちょっぴり演技が悪いけど4つ目だ。演技が悪い4つ目は彫像稼働について。最近ようやくこちらを買いました。ジョジョの奇妙な冒険第6部ストーンオーシャンよりエルメースコステロ。とりあえず今これ買いましたよって報告はしたけど、ジョジョに染まった方ならまあ早く紹介しろとは催促しないはず。大急ぎで紹介して近道をした時、真実を見失うかもしれません。大切なのは真実に向かおうとする意志ですから、または遠回りこそが最短の道だった。最終的に紹介すればよかろうなのだ。
多分これまたエルメイス兄貴紹介する時も改めて言うとは思うんだけど、ほんとこの彫像稼働に関してはね、エルメイス兄貴を紹介しちゃったらそれ以降新しく紹介できるもんがまあないんですよ。何せコツコツ集めていて気がついたらセカンドカラー除けばほとんど揃っちゃったからね。まあ一応兄貴を紹介してもまだ6部の主人公ジョリーンが残ってるんですけど、ジョリーンの方がなかなか高騰しちゃっていますからね。おそらく公式がまた再販してくれるまでゲットする機会がないんで一旦止まっちゃうんですよレビューが。それ以外もセカンドカラーとかならまだしも新しいキャラクターっていうのが全然出てくる見込みがないんで、なかなか新たに彫像カードを紹介できるっていう機会がないんですけど、そこで僕が考えたのが昔のやつをもう一回レビューする。一応繰り返しやるってことになるから今のところ考えてる題名としたバイツァーダストパンレビューっていうのをまあいつかやろうかなって思っています。まあなぜ改めて紹介するのかっていうと、僕が多分最初に彫像カードっていうものを紹介したのが今から約5年前なんですよ。5年前だから今に比べたらフィギュアに関する知識だとかがいろいろない状態なんですよ。まあ今でもそこまでパーフェクトって感じではないんだけど、フィギュアに対する知識なんかもそうだし、あとポージングとかもねあんまりやってなかったと思うんだよね。今に比べたらレビューがだいぶお粗末なんですよ。あとサムネも圧倒的にダサい。まあなので昔紹介したやつを改めて紹介することによってより見やすい動画を作るっていうのが目的です。あとは結構サムネイルをどうにかしたいっていう気持ちもでかい。まあこれはあくまでやろうかなってちょっと計画している段階なんで、すぐにやるってわけじゃないんですけど、まあもしかしたらそのうちやるかもしんないんで、よろしかったらまたご覧ください。扇風機は消す。というわけで今回の伝えたいことは大体以上だと思います。こちらのスゴビエ T シャツに関しては概要欄の方にリンクを載っけておくんでね、気になった方はよろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。